いや、なんでかわかる。お前の頭の脳みそがウジ虫でできてるからね。おいデーブー、さっきはよくも調子こいてくれたな。おい今どんな気持ちだデブ。お前新芽取っといてよ、負ける気持ちはよ。おいデブ、おいゴラ、なんか言ってみろよ、なんか言ってみろよ。おいデブ、おい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 デブデブデブ。説明、村人、特に特殊な力はないが、占い師や霊能者の身代わりになったり、それぞれが人狼を探す役職。占い師、毎晩誰かを占うことができる。その結果は黒か白のみで、黒なら人狼陣営の役職となる。霊能者、夜その日の処刑者の役職がわかる役職。基本的に占い師の真偽の判別や人狼が死んだかわかりやすい役職のため、人狼から狙われやすい。騎士、毎晩誰か一人を守ることができる。しかし自分自身を守ることができないため、できるだけ人狼に狙われないように占い師や霊能者を守る必要がある。人狼、毎晩誰か一人を殺すことができる。仲間の人狼と共に村人を混乱させ勝利を目指す。狂人、特に能力は持ってないが、人狼の代わりに占い師や霊能者として会話に参加することで村人側を混乱させる。誰かゲームスタート移動してる。誰かゲームスタート。あ、俺じゃないです。あ、俺だ。じゃあ、準備どうしよう。ちょっとトイレ行くんで、あれちょっと発言遅れるかも。ちょっとごめんなさい。トイレ行ってきます。トイレ。いや、今のは良かったよな。私が何、また私 OK 任して、頑張る。さあ誰からだ。俺最初でいいな。ああ、最後か。最後じゃ、最後は2番目だ。おはようございます、村人です。さっきすごくなかった？何も言うことないです、よろしくお願いします。太鼓占いにしろだそう。村人陣営です。あ、おはようございます。私事ですか？これでラストにしようかなと思ってます。以上です。はい、僕は村人陣営側です。特に手法はないです。2周目から考察伸ばしたいと思います。おはようございます、村人陣営です。そうですね、まあ、占いしててからね、考察伸ばしていきたいと思います。2周目頑張ります。あ、はい、村人陣営です。しようもないです。同じく占い師、しようがあったらそこから考察伸ばしたいと思います。以上。おはようございます、占い師をいたします。オーケー、おばんさん、あれ白と狂人にも白出るよね。出ました。狂人にも白出るよね。ということで、ここからで、太鼓が出たら、考察伸ばしていきの。狂人にも白出るよ。みんなちょっとマハで教えて。 TS がね、はい、このね、この人道を断った TS 君はね、未だに僕はね、ありえないなと思います。はい、はい、ハリケーン注入ってこきさんかな、パークです。俺もね、ちょっと TS ちょっとありえないかなってます。だからメガネ臭いんだなって思います。はい、占い師使用します。俺も占い師なんだけど、俺もって言い方じゃない、俺占い師なんだけど、俺三白って出ました。狂人にも白出るってことだよね。うん、俺目線、ありけん狂人なんで、まあ、いろいろ2周目でね、いろいろ話して、そこをぶっただけるといいと思ってます。はい。なるほど。なるほど。
お互い総合占いですね。わかんない、初のパターンですね、ちょっと。ちょっと言葉使えたな、ね、俺痛み止め飲んでた今ちょっと頭痛くなってきた。で、これ言ってない、俺一瞬目だもんね。で、そうですね、まあ、うん、強靭と真かなと思います。占いの内訳は真っ白いところに黒出そう。で、まあ、案内さんが強靭にも後ろ出るってことだよねってちょっと言ったのはなんかわざとらしかったなとは思いました。いや見てるこいつ、配信見てるぞだろって、まあ、僕は思いました。まあかなり、ね、雑な感じなんですけど、でもまあそうですね、真偽はちょっとわからない。タバコもないし、ね、うん、タバコがないな。まあフラットに次ちょっと買ってこないと。見ています、うん。むずいですね。どっちも同じこと言ってるってことですもんね。タバコがゼロになっちゃった。話全然聞いてない。まあ、みんなの考察聞いて考えていきたいと思います。僕も特にどっちが怪しいっていうのはあんまり思わなかったですね。占い師失っちゃうと厳しいのかな。グレーズレーグレーばっかだからこれはいい方向だと思うけどね。狂人は嘘つく人、狼側の人間です。ちょっと怪しいなと思った人に投票したいと思います、うん、以上です。アリケンがランダム占いで5番が白出ししてて、うん、それがもし狂人だったら僕だったらまだ占い太鼓出てなかったから2から7か2から7を白って言って、うん、ちょっと3か5を白って出したら、あ、そっか、たまたまの可能性があるのか。どうだろう、これはまあ僕もフラットに見てます。うん、グレーズリはグレーズリなのかな、この場合グレーズリでいいと思います。うん、これはね、あのよくわかりやすく説明すると、3番さん、7番さんからの発言ターンでしたよね、間違いないですよね。で、アリケンからしたら、456の中で占いをね、まあ、ランダムとは出たとはいえ、もし人狼だった場合ね、その中でもし占いしてたら破綻のリスクが3分の1ってすごい危険なんだよ。だから別のとこでランダム白で打つはずなんだよ。もしあの強人とかだったら、そこで普通に5番出たっていうのはめちゃくちゃこれね、真確定に近いよ。今回アリケン頑張っていけるんじゃないってか、俺はもうそれでしか 見えてないかな。案内さんがあんなにやってるのに白って出るよねとかもわざとらしすぎ。案内さんの次第アリケンが真に近い。で、あの占いなら多分しなくていいと思うよ、これ。うん、普通にグレーで作った方が鋭いな、はい、いやでもそれは弁明するよ、ちょっと待ってつって、うん、まあ乗っかりと思われてしょうがないかもしれないけど、完全に同意だな。わ、これコインもらえ忘れたわ、これカットインできない、ごめんなさい、僕カットインできないです。案内さんらしからぬというか、なんかちょっとさ、白出しされ出されたことによってテンパったのかなというかわかんないけど、なんかちょっと慌ててる感もあったなぁと思っていて、で、うん、浦野君の言う通りで3か5に白出しっていうのも別に強靭だったらわざわざそこを選ばないよねっていう要素ではあるから、まあ、どっちが真とまではまだ言えないけど、うん、3の方がかなり真目に近いかな。やべ、だからグレー釣りをどんどんしていけばいいって意見にも完全に同意。以上です。あ、ごめんなさい、ちょっと弁明させてもらいます。325白だし俺全然見てなかったんだよね、うん、ごめんなさい、そこは把握不足です、ごめんなさい、頭痛薬飲んでてね気づきませんでした。俺別に3が5に白を出すリスクって別にないと思うんですけど、そこに対して言う方が俺は怪しいと思う。バチバチ殴り合うんですけど、で俺はシンプルな疑問で、ここのシステムとして狂人は白って出るんですか。で3、ちょっと待って、うんうんうん、案内さん白々しいですよ、諦めたらどうですか。あんなにやってきた案内さんがこれ白だよね、そんなボロ出すわけがない。もうね、これはもうね、案内さんとバチバチに投げれ合うのかなって不安になったところにね、うららさんとおじさんという強力な2人の助っ人、案内さんやっちゃいましたね。
まあ、僕的にはそうですね、もう安内さん強人確定なのでね、グレーでねどんどんやっていきたいなと思うんですけど、まあ誰をやるとは分かんないですね。はい、安内さんの楽しみですね皆さん。安内さんのリスナーさんも楽しみですよね。僕のリスナーもね、コメント見えないけど。安内さん、あ、ジュジボ死ねデブ、調子乗んなよ。でも本当にやし、俺3か5ってのを3から5に白出したの聞いてなくて、で俺は白出ししたからそこに狂人が出るのかっていう素朴な疑問で聞いただけ。この人狼ぐるいに関してね、そんだけです。以上です。いや、とはいえ案内さん、さすがにね、そのよっ、ね、ないですよ、案内さん。あ、やばい、もう抜けようかな。ちょっとその後の頭痛薬っていうのもね。いや、ほんとだよな、頭痛薬はほんとだよな。いや、トロのターン来た。なんか長かったな、ほんとに。クソがマジで。まあ、あの、なんか、ハリケーンさんって人何言ってるかちょっと分かんなかったですけど、でこっから立て直すの厳しい。かもらって構わないんで、あの本当に殺して。ちょ、本当に間違えない、これ間違えてカットインしました。マジもったいない、本当もったいない、すみません。あのみんな冷静に見てほしい。あの俺は今ぶったたかれとるけど、確かに偽目かもしれんよ言っとることは。でも俺本当の素朴な疑問で聞いたんで、ちょっと信じてほしい。で全然俺とアリケンの議論で他の議論になってないんですけど、グレーを釣るってことでいいの？それとも俺を釣るの？俺を釣るのはマジでおすすめしない。本当それはふざけてる。うん、やっとターンが回ってきました。すごいアリケンさんがうざかったんですけど、まあ、でも、ハタグクっていうのは別に対抗が強人っていう感じなら別に狼が語ってるわけじゃないので破綻はしないよね。別にアリケンさんしても、うん、自分が強人で、うん、狼語りじゃないから破綻ってわけではないよね。うん、まあそうですね。やべ、ちょっとやらかしたかな俺。そうだよね、そうですよね。これちょっとなんか違かったら教えてほしいんですけど、みんながなんかこうアリケンさん、あ、違う、案内さんをぶったたいてるのは、え、まだフラットじゃねえってすごい思ってます、個人的には。あのなんかカットインちょっとめっちゃ使ってる人がいたから教えてくれるかどうかわかんないですけど、もうカットイン終わったよ。うん、そうですね、今日はグレーですね。占い師は釣りたくないです。どこだ、グレーだったらもう、ちょっとでも人狼ついたくねえな。ごめんって感じだけど、いや、シンクかな。で、リュウちゃんに黒出しして、大先輩ここ。4番、ペガーに行った。812。812。なるほどね。817か。すげえ、本当に殺された、嬉しい。役職ないからな、人柱だ。どうしよう、霊能に黒出ししたら終わるんだよな。霊能に黒出ししたら終わるんだよな。いやー、これ白出ししかできんな。ああ、まあ景気か。そうだよね。なあ、全然でもヒント、ノーヒントだからな。噛まれたところ行こう。いや、噛まれたところ占いは怪しすぎるな。ちょっとどうしよう。どこ噛まれたか見て。6番が死亡。コーン君が死亡？え？うん。うん。そう、確かにね、コーンさんのさっき言った、破綻はないんか。強人部屋だから。うん。6白。いや、そこか。俺はじゃあ1白ねっつって1白1白渡すのか。でもね、アリケン、そうよね、そうよね、負担はないっていう発言に対して、なぜ今コーンさんを噛んだのか。それはやっぱコーンさんの発言に対して人狼はちょっとやばいと思ったってわけよね。多分それは破綻の話だと思うよね。破綻したないって言うということは、
アリキン。アリキンがだから怪しく見えてくるってことか。考えてくれる、ね。いやいや別に破綻でいいや、そのまま乗せようよっていう感じからしてだから。まあそこはどうでもいいや。でもグレーからやから、グレーから釣るには変わりはありません。もうこのまま生かしておいていいです。占いは。霊能は出ないの？ね、浦田くんの言う通り、幸運の言う通り、破綻はない。これも延長もできない、こういなくて。破綻はない、破綻はない。ただ、昨日までの人狼で何人も、これもうメタだけどね、申し訳ないけど、何人、何回もやってきたじゃん。で、人狼、自分よりも後ろに対して白出しをすることはリスクだっていう共通認識があったでしょ。だから、アリケンみたいな脳みその中がね、ウジ虫と鶏の唐揚げの油と、あとお母さんの温かい愛情でできてるアリケンにとっては、そこまで考えられないから、最後優しいもしアリケンが偽占いだったら、単純にそれより自分の前に白出ししなきゃって思うだろうなっていうところからのアリケンの締めが高くなったって話、うんうんうん、あと案内さんのちょっと慌てた発言みたいな感じがあったからね、はいはいはい、まあ、グレーでいいと思います。俺は7を、うん、7かな俺は、うん、なんでウジ虫とか言った後にちょっとお母さん入れてきて感動要素足すんですか。ちょっとそれならウジ虫なくていいじゃないですか。で僕が6のコーンさんを、うん、俺誰が黒だわからんな、俺ワンチャン1黒に見えたし、一番考察伸びてたし、どっちなのかなって思ったところ、白と出たんですが死んでしまいました、うん、はい、ってことで、グレーを釣っていくんですが、うららさんは白だからグレーじゃない。で、誰を釣っていくっていうのも、うん、これ誰を狼道にすればいいんだ。わからんぞ。マジ見えない何も。案内さんの番ですよ。案内さん準備いいですか。行きますよ。案内さん。あと20秒ありますよ。待ちましょうか。あ、どうします案内さん。あ、ま、準備 OK ですか。あ、さすがに準備 OK ですか。あ、じゃあ回しますね。どうぞ。なんかお前いちいちうぜえな。あとでぶっ飛ばすし消すからなてめえ。あとで俺の配信見て謝れマジで。で俺1位となった理由ね、めちゃくちゃ叩いてきたし、でまあ1か2どっちか占おうって決めてたんだけど、まあ1にして、で白で、まあ白だったら強いしと思って占ったかな。うん、それが理由です。ちなみに霊能って出たっけ。そこにみんな触れてないから1、2、3話しても、霊能って出た、出てないのかな。だもうずっと潜伏しても意味ないと思うから、出るなら出ての方が俺はいいと思う。ほんで霊能出ればそこ以外から釣っていけばいいんじゃないんですかね。と言っておきます。以上です。霊能いるんだったら出た方がいいと思います。グレー釣ることになったら多分考察伸びない出しになっちゃうと思うんですけど、うん、その霊能の方がいないのは、だからもう釣られたか噛まれたってことになるんですかね。ごめんなさい、ちょっとなんかチャット打ったらバグっちゃうので処理しようできなかったんですけど、僕霊能使用します。ほうほうほう。4番さん、霊能でなんか結果白と出ました。4番さん、4番が出た、で今回は、7番さん考察が伸びなさそうなので7番さんからの釣りでいいのかな。で僕もちょっと5番さんの案内さんが怪しいのかなって思いました。うん、ぐらいかな。ここさ、ぶっちゃけ人狼2位来てるから、次のアリケンさん、キューちゃん、人狼じゃなかったら勝ちじゃね。リュウちゃんと、ってことは、ここ2人人狼ってマジで辛いよ俺。ここで対抗霊能出ちゃいます。てか対抗霊能で、4番もちろん白で、ここさっきの投票を見ると、4を817選んでるんですよ。で7は単純に、うん、まあ、わかんないから投票した、なんかペガサスの発言で、その、うん、やっぱ人狼なのにもっとなんか生きる意味がなさすぎたんですよ。どっちがあれだ、人狼なのに、ああ人狼だとしたら、うん、だから僕は白目に見て、うん、7番に投票したんですよ。はあ、で4番7球はないか、じゃあ確定、今状況で確定で、真空王冠やる、 8が黒、おじさん黒で、案内さん、アリケンはないよ。保留で8球で1人どちらか黒なのかな。1番投票したいかな。
一番に投票。もう7でいいんじゃねこれ。シンクが、いやでもリュウちゃんがキュウちゃん守ったらその発言するか。1,2 は9。ああ、1,2 は9。皆さん頑張ってください。なるほど、これ 7,9 パターンあるぞ。全然そうなると、これ狼じゃなくてほしい。本当狼じゃなかったらピーピーじゃん。狼じゃなかったらピーピーなんだよ。狼じゃなかったらピーピー。キューちゃんが狼じゃない。狼キューちゃんはずっとキューちゃんじゃん。狼、リュウちゃん、うらら、だとしたらいいけど、でも投票先見てよ。うららくんとおじさんが9に投票してんだぜ。じゃあもうこれはおじさんか、おじさんに黒出しするしかないんだよな。まあでも俺仕事はもう終わったよね、ここまで生きてるから。あんだけ2番が死亡か。いやダメだ、8黒って出すしかないか。あ、7番黒って出ました。僕は7黒で、僕目線は9黒で出すか。2白死んじゃったのか。9黒で出す。いや待って、うららさん占ってほしかったな。うん、9黒だし、はい、で僕、じゃあそうなると僕目線は5が強人かな、で87人狼かな。いや、アリケンが占うとこあれにしてほしかったな。以上です。確かに俺はまだ片白なんか。そうよね、案内さんからしか1枚白もらってないからね。いやー、俺ね、一回ちょっとね、おじさんを疑ってしまったところあったよね。それはなぜかというと、アリケンの肩持ってて、案内さんをしんと見た場合というふうに考えてしまった。まあその結果、今こうなったってことは、まあ、アリケンがまたシンにも見えてくるわけなんだよね。これさ、シンクと俺じゃん。で、案内さんが、だから、可能性としては、これ PP 来てないもんね、だって。7が黒って言ったの PP、ね、だから、シンク目線に2人狼いるから、シンク目線に2人狼いるわけでしょ。これは安心させようとしてんじゃね。うん。あ、でも、この中でも1の可能性しかないか。普通にないしはもう強人やから、あ、人狼は1つけてんだ。だからシンク破綻してるから9つらなんと、9つらなんとね。占い師は必要、行く必要ないんで、8、9どっちかってことでしょ。ちょっとごめんなさい、カットイン、あれなんですけど、シンクだなこれ。次僕のターンなんで、あれなんで、8、9のどっちか占えばよかったって今後悔してます。そうすればどっちかが黒でどっちかがショーって出たら、どっちかが嘘ついてるってことになるから、ちょっとごめんなさい、これミスりました。はい、ごめんなさい。で、もう一回僕のターン、ドロー。俺、別に俺、強心って。俺のターンってことで、おじさんを占った理由としては、なんだっけな。あ、そう。一個前に、コーンさんに投票入れてたから、おじさんも怪しいから、占ってみようと思って、おじさん、占ったけど、リュウちゃんが、7に黒で、シンク君が7に白でしょ。で、リュウちゃんがもし人狼だったら、わざと黒出して、この中には人狼、あと1人しかいないよって思わせてる線もあって、シンク君が人狼だったら、でもそうなると、ごちゃ混ぜにしてるのはリュウちゃんの方だから、あ、バカだ。シンクだよ、破綻してんの。発言的に、なんか言い方的になんかそれっぽいんだけど、でもまあ本当にキュウちゃんが黒で出てなら、リュウちゃんは、ちゃんと言ってると思うし、あえて触れない。8か9のどっちかに行きたいと思います。うん、これで僕がその本当に霊能じゃなかった。これシンク殴った方がいいよ、リュウちゃん。霊能で出る必要なくないじゃないですか。リュウちゃん、シンク殴った方がいい。じゃないですか、僕が出る。うん、本当の霊能じゃない限り。そうなると僕をちょっと白目に見てほしい。以上です。
はい、俺占った理由ね、9番。8か9、どっちか占えば、2人占えたもの、同然なんで、9番占った。そしたら黒って出たんで、ね、ゆうちゃん釣りで間違いないと思う。で、まだ、俺、2世目とか言ってるけど、俺マジで真なんで、信じてほしいです。今更無理なのか。俺、そんな怪しかったかな、発言。以上です。俺が何言ったところでも無理。俺、まだちょっとアナイさんのこと怪しいなと思ってて、Q ちゃんが釣られて、僕例の結果で白と出てます。で、おじさん噛まれて、うん、コーンさん噛まれて、うん、でペガサスが、白って例の結果で出ました。お前もう言うな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 。でこの中でもう破談する。まだ二進路。アホ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 。ってことは、案内さんとリュウちゃん、でも僕も対抗でリュウちゃんが真っ黒だと見えて怪しいなって思ってる。言うな言うなって。案内さんが黒なのかなって思ってるんで、僕の中ではその線があるか。融合が黒なのかなって思ってます。もうこれで人。あ、それはあり。それはあり。今日は九番に投票しようかなと思います。これそれはあり、それはありだけど、あ、そう、俺の人狼の線を追ってくれたのは全然ありだけど、違う、でもありけんの、ありけん俺に白出してんじゃん、ダメだダメだ、語りすぎはよくない。いや、これ真空釣られるかな。あ、オッケー、あれ勝った、勝ったかな。え、これマジで、え、リュウちゃんはありえないもんね、真空が破綻してるもんな。あ、待って、俺だ。え、よしよしよし、待って、投票気づいてないね、シンクの破綻に気づいてない。3、あ、なるほど。あ、そっか、うららさんか。これはうららくんも人狼だったパターンある？うららくん人狼だったパターンある？うららくん噛んで GG なんだけど、まあどっちにしろ反 PP なんだよね。そう、9、8が8、9、9、9と3が8、あ、うららくんが9に入れてくれた。OKOKOK。 いや、これは、いやいや、とはいえ勝ちかな、俺噛むなよ。これファインファインプレーなのか。でも勝ちやろな。うららくん人狼だったらもうこの時点で終わってるんだよね。だからアリケンを噛んで終了だね。おい、デーブー、さっきはよくも調子こいてくれたな。おい、今どんな気持ちだ、デブ。お前、新芽取っといてよ、負ける気持ちはよ。おい、デブ、おい、ゴロだ。なんか言ってみろよ。なんか言ってみろよ。おい、デブ、おい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 、デブ、デブ、デブ。案内さん、強靭なんでしょ。え、案内さん、どんまい。ってことで今回はやべえ、俺怖くねえじゃん。俺はな、俺はカットインしようとしたんだよ、リュウちゃんの発言。じゃあ真空くんなというな、案内さんがリュウちゃん、案内さんはもう黒なのにリュウちゃんを釣ろう、そんな簡単なこと言うわけねえと思って。これは真空くんですよ皆さん。案内さん騙そうとします。カットインもしたはずなのにカットインが発動する。勝てると思ってんのこいつ。ヴィラン負けでした。いやこの煽りは最高ですね、最高だね。いや、ミスったけどね、初手。まあまあ、まあいい、いいんじゃない。 Q ちゃんと、じゃああれか、シンクが黒ってことで、よしよし、まあここまで持ってこれただけいいでしょう。シンク Q ちゃんね、 Q ちゃんのあれ率高え。イエーイ、お湯占い師、ナイス、お湯占い師。安内さんやっぱ強靭じゃん。いや強靭だよ。いや俺だって、いや違う、俺本当マジ聞いてなかったのと頭痛薬マジで、それマジ、それマジ、それ俺多分強靭って出たよねは。ああ、それはなんか本当に確認、強靭って出るのかな。ラララ、テンパった感があったんですよ。いや本当にね、あのね、頭痛が来てね、本当に多分そのタイミングで配信見てもらえば分かるけど、ちょっと頭痛薬飲むわって言ってるから。もうマジマジ、もう引き戻せないです、安内さんの味。もう嫌だ、もう嫌だ。なんで俺あそこでリュウちゃんと真空園がならなかったのか、僕も理解できない。なんで俺はおじさんを。じゃあなんでかわかる。お前の頭の脳みそがウジ虫でできてるからね。ね、ありけん、ありけん、どんな気持ち、あんだけ俺を偽物って煽っといてさ、どんな気持ちかな。ほんとね。マジめっちゃ煽ってたもんな。めちゃ煽ってたね。安内さんのこと。目に見られたからって煽りすぎて。
もうやめる。もうやめる。じゃあ俺ここら辺で落ちます。もうやだ。お疲れ様でした。じゃあ俺もちょっとね。いや、俺もちょっともう頭がもう引いた。もう熱いっす、頭。なんか頭が痛くなってきた。治ったと思った。悔しい、マジで。ということで皆さん、お疲れ様でした。